お、並んでますね。現在午前8時過ぎです。今日オープンする駿河屋本店の前、開店1時間前なんですが、もうすでに80人以上の方が並んでいます。 JR 静岡駅のすぐ近く、静岡市の中心市街地に今日オープンしたのが、国内最大級の超巨大ホビーショップ駿河屋の本店です。店の前には開店を待つ人たちで長い列が。話を聞いてみると驚きの回答が。今日は何時から並ばれてるんですか？今日は7時から前日に目当てはゲーム関係なんですけど、いろんな、まあ、お客さんいらっしゃると思うので、まあ、多分それに応えてくれるお店作りになってるんじゃないかなと思ってます。今日は何を楽しみにしてきましたか？中を見ること。中いろいろ回ったりする。早く中に入りたいなって。開店が近づくにつれどんどん増えていく人。駿河屋によりますと、およそ300人が並びました。午前9時です。いよいよお店がオープンしました。多くのお客さんがなだれ込むように入ってきます。平日の朝の光景とは思えません。駿河屋本店が入るビルはもともと一昨年閉店した静岡丸井として親しまれてきた場所。9階建てのビルのうち4階までが販売フロア。今日はまず3階までがオープンしました。1階は人気アニメのフィギュアやキーホルダーなどが中心のフロア。その品数はおよそ50万点以上に上ります。店内は大量の商品の中からお目当てのグッズを探す客で大にぎわいとなりました。予算ってどれくらいなんですか？予算は、まあ、10万円ぐらいの予定できました。何探してるかだけちょっと聞いてもいいですか？あ、もう見ての通りファミコンショップで、子供の頃買えなかったから今頃になってどうにか買えるようになってきたから、まあ、昔を懐かしいんで購入してる感じです。2階に到着しました。こちらのフロアではプラモデルなどを中心におよそ10万点の商品が並んでいます。中には静岡を代表するメーカーも数多くあります。今商品を手に取って真剣に選んでいるお客さんの姿もあります。2階はプラモデルを中心とした模型を扱っているフロア。県内メーカーの青島や長谷川をはじめ、静岡市内に工場があるバンダイなど、ホビーの街を代表するメーカーのプラモデルを販売しています。駿河屋は今日オープンした新店舗を静岡の新たな観光スポットと表現しています。その背景には何があるのでしょうか？静岡を本当の観光地にする、街ににぎわいを取り戻すためには日本で唯一のものを作らなきゃダメだと。ですからホビーの街静岡として日本で一番の品揃え、それを作りました。国内外で年々ホビー需要が高まりを見せる中、今後に向けてさらなる期待を寄せています。